じゃあ5月7日になりますね。いやもう満月がね、近づいてきていますよ。朝から昼休み、早いな。あ、そう、あれですね。本作はね、学校までの通学がないんですよね。気づいたら学校にいる。今日部活どうすんだ？まだ決めてない。そっか、まあ俺は出るからさ、ちょっと遅れるかもしんねえけど。膝のことは気にすんなよ。んじゃあな。宮本は何かを隠しているようだ。水泳部か。忙しいな。どうしようかな。んじゃあ放課後になりましたね。今日は友近もいるんだ。神社にも行かなきゃいけないんだよな。神社にも行きたい。神社に行っとこうか。こんにちは。こんにちは。男の人に挨拶できました。けど。あ、どうなんだろう。これそろそろね、遊びに行こう。そんな急に、考えさせてください。考えてくれるのかな？すみません、失礼します。遊びに行けるのかな？しじみさん。今日は長島神社に行ってみますか。多分、男の子がいるのかな？いるかな？あ、いますね。誰かいる。あれ、男の子じゃない。七子。お兄ちゃん誰？舞子。舞子だって。舞子ね、知らない人についてったらダメって言われてるのよ。お兄ちゃん悪い人？ああ、いい人。ほんと？舞子信じて裏切られるの嫌よ。舞子は何かを期待する目で見上げてくる。でも舞子、お腹減ってるんだ。だから遊んであげられないの。あれ食べたいな。何を食べたいんだ？あ、舞子これ大好き。え、なんだ？お兄ちゃんありがとうございます。舞子に謎のたこ焼きを取られた。お前それ何日？ 1 ヶ月ぐらい経ってるんじゃないですか。カビ生えてるでしょ。美味しかったね。舞子が全部食べたけど。舞子喉乾いちゃった。喉カラカラだな。舞子は何かを期待する目で見上げてくる。ああ、舞子ね、シュワーでほろ苦なのが飲みたいの。え、なんだ、何を持ってくればいいんだ。たこ焼きのことを考えると、そのね、飲み物をどこかで買ってくればいいんだろうな。炭酸で苦い。炭酸でドクターペッパーだな。わかったわかった。あれ、ドクターペッパーってどこで買いましたっけ。あ、岩戸台駅かな。うちのクラスの先生ね、全然宿題とか出してこないの。うちら6年生だよ。来年から中学生なのに。いいのかな、こんなんで。どうしよう、いいと思う。よくないと思う。なりゆきに任せろ。よくないと思う。そうだよね。ゆとりと怠けるのは違うよね。生徒受け狙ってやってるんなら、普段もっとおしゃべりしてくれた方がいいのに。この子すごいしっかりしてる子だよね。こんな先行き不安に感じるんだ。駅の方から駅構内の美化を乗車客に訴えるよう呼びかけられたよ。駅の美観を損ねるポイ捨てが多発しているそうなんだけど、なんかね。見たいことでも乗せた矢先で客に説教するようなもんだろ。そんなタクシーに誰が乗る。駅の都合だけで物を言われてもね、僕らにとってお客様は神様なんだから。大変だな。あ、お前じゃない、お前に用はないんだ。仕方がない。そうだね、お上からの通達だし、一階の運転手に抗う術なんてないけどね。違うんだよ、お前じゃないんだよね。そう、ここにね、故障博士ってありましたよね。これじゃない？これをね、求めていると、ピンときましたね。どうかな？あれ、違うの？シュワーでホロニガー。シュワーでホロニガーって、ドクターペッパーじゃないのか？じゃあ、なんだろう？他になんかあるかな？自販機巡りしていきますか。学生寮に売ってるものだったらちょっとしんどいな。今日じゃ解決できないですよね。待って、そんなところにもいるの？こんなところにもいるんだ。待って、ここにも自販機があるんだった。忘れてた。この上だったかな。ここね。適当に全部買っていきますか、じゃあ。
何が正解かわかんないんだよね。何が正解かわかんない。まあ、五香の紅茶は炭酸じゃないだろう。カロリーブレンドって何ですかね。あとワンナップ、ワンナップはね、多分セブンアップだから、ただのサイダーですよね。サイダーだからな、別に苦いわけじゃないんだよな。いや、炭酸、シュワーっとしてちょっと苦いっていうのが全然何なのかわかんないんですけど。もう確実にドクターペッパーでしょ。マンタ。マンタ。マンタってどうなんだろう。あと、純粋蜂蜜。まあ、間違いなくこれではないだろうな。ただの蜂蜜だからね。まだ他にもあったかな。変な人が増えてきましたね。例の無気力症の人だって聞きましたが、とりあえず車両を止めるような真似だけはしないでほしいものです。特に飛び込みだけは絶対に勘弁ですね。本当に勘弁ですよね。ここに売ってるのは何かな。ミニ豆コーヒー。ミニ豆コーヒー、このね、ラインナップ初めて見ますね。ミニ豆コーヒー、マックスコーヒーの逆ってこと？ミニ豆コーヒー。255茶って何ですかね。255茶、なんだろう。パロディ元が何なのかすごく気になる。で、最後は、南船橋人工水。なんで？南船橋人工水なの？ちょっとね、すごくね、ちょっとローカルな地名が出てきたんで、ちょっと今、びっくりしてしまった。南船橋の水なんですか？取材の基本は聞き込みよ。そういうわけで君、何か怪事件に関する情報？それよりお姉さんは誰？それよりおばさんは誰？それよりお姉さんは誰？見てわからない。通りすがりの女記者よ。この街の怪事件を追ってるの。それよりおばさんは誰？女性は無言で微笑んでいる。あれ、自販機ってもう他にはないでしたっけ？あれ、ここにいたカップルがいない。いなくなってる。あと、学生寮にもね、確か自販機あるんだけど、学生寮に行ってしまうと、もう今日が終わってしまうんで。ふやーって何？そんな無気力症つったって、要するに、だるくてやる気が出ねえってことだろ。医者とかに頼んどけば、パパッと治してもらえんじゃねえの。よくわかんないけどさ。知らんけど。無気力症ってやつか、なんかここんとこ流行ってるらしいな。実は俺のたちの親父さんも、それっぽいって話だよ。地味に他人事じゃねえっていうのがまた嫌だよな。なんかそんな話してるんですね。この辺ってなんか入れるんでしたっけ？雑居ビルの裏口。ここは何でしたっけ？エステラセラ。入れないんだよね。ここは多分雀荘ですね。入れないんだ。今買った中に、霊界の飲み物はありますでしょうか？パシリだよな。こんな缶ジュースたくさん持ってな。あ、ダメだ。当たりを持ってない。こんなにたくさん買い込んできたのに、一つも当たりがないの。マジか。じゃあね、学生寮に行って、また買ってくるしかないんだろうな。他にもう売ってる場所ないと思う。ポロニアンモールは確か自販機なかったですよね。あと学校にも、月光館学園には自販機ってなかったと思うな。マジか。そうそう、そういえば。さっき商談した時も話題になったんだけど、コンスタントに被害が出てるんだってね、あの無気力症。なんだ、急に話しかけてきたな。それまで普通だった人が、一晩明けたら無気力状態ってやつ。仕事しすぎなんじゃないのって個人的には思うんだけどね。話し相手が欲しいのかな。いい若い連中が寄せ集まって、魂の抜けたような顔しよって。互いの傷を舐め合ってどうする、励まし合って前に進んでこそ友達だろうが。なんか胸が痛いな、それな。胸が痛いというか、この辺に用事はないよな。それであれば、学校に帰って誰かコミュニティを上げていきますか。今日は木曜日なんで、
まあ、友近でもいいし、スニエブでもいいし、なんでもいいな。ここの品揃えは毎日ちょっとずつ変えてるのよ。たくさん置けないし、同じのばっかりだと飽きちゃうでしょ。なんか変わってる？まあ、カニパンとメロンパンね。まあ、カニパン買っとこうかな、一個だけ。またなんかの折に必要になるかもしれないですからね。ブックカバーは何かに使うんだろうな。待って、あそこ行きましょう。なんだっけ、学力上がりましたんで、ここ、家庭科室。扉に何か書いてある。日本語と外国語が入り混じっているが、今の学力なら解読できそうだ。なんて書いてあるんだ。まだ見ぬあなたへ。ごめん、今いない。と書いてあるようだ。え、何なのそれ。まだ見ぬあなたへ。ごめん、今いない。どういうこと？どういうこと？曜日が、曜日の問題かな？別の曜日に来た方がいい？科学といえば、ビーカーでコーヒー沸かす先生っていますよね。あれってまずそうというより、何か有毒そうですよね。そしたらね、ここで二択を選ばなきゃいけないな。友近にするか。最近どこにも行ってないからな、友近と。さっき思ったんだけど、竹葉さんって可愛いよな。やっぱすげえ理想高いのかな。相当かっこよくないとダメそうだよな。ま、俺は興味ないけどね。あ、何それ、今の何だったの。いや、俺今から帰るけど、お前どうすんの。今の話は何だったんだ。友近と過ごそう。お、行くか。じゃあどっか寄って帰ろうぜ。友近は嬉しそうだ。どこに行くんだ。まさか葉隠れじゃないだろうな。鍋島ラーメン葉隠れ。あっさりとした印象の見た目に反し、いいよこの辺は。いいか、省略。あー、あったけよ。いい加減飽きてこね。ラーメンに、学校に、人生に、学校にかな。んーなの、入学式で飽きたっつーの。友近はため息をついている。あー、ミスったな。朝からつまんねえ授業を受けて、飯食ってテレビ見て寝てさ。人生に疲れてる。友近は考え込んでいる。決めたぜ、ゆうき。俺は彼女を作る。すぐ作る。頑張れ。なんだよ、その余裕は。見てろよ。俺もそっち側に行ってやるからな。友近は張り切っている。ああ、しょうがねえから、計画を実行に移すよ、俺は。前言っただろ。狙ってる先生。告白して落としちゃうよ、俺。加納先生って知らねえよな。3年の倫理の先生。俺結構仲いいんだ。正統派美人店じゃないけど、綺麗だし、ちょっと垂れ目で、口半開きで、犬っぽくて。どんな先生なんだろう。友近は加納先生の魅力を熱く語った。ああ、これ、誰にも内緒だからな。みゆきだから言ってんだぜ。友近の決意を打ち明けられた。仲が深まった。仲が深まってから話す内容だよな。まあ、話すことによって仲も深まる。ランクが3になりましたね、魔術師も。すげえ楽しくなってきた。作戦立てようぜ、作戦。お前一人で頑張ってくれよ。友近と話しながら帰った。どうなるんですかね、友近。もう学校の先生だからな。おかえり。ただいま。このところ街の中とかやばいのか増えてきてるよな。けどかといってなんか起きてるってわけでもねえし、なんかこうバーッと活躍してんよな。退屈しのぎに、後でタルタロス行かね。なら俺も様子を見に行くかな。純平と同じく退屈で死にそうだ。退屈のやつばっかだ。秋彦、私を怒らせたいのか。武器や防御やアイテムは使う以外にも売って資金源にする使い方がある。だが店の方では決して何もかも買ってくれるというわけじゃない。稀にだが買い取ってもらえないものもある。まあこれはこれで仕方のないことだがな。私も使ってる弓だけど、これはアタックに使うには効いたな。武器や防具の追加効果って俺らペルソナ使いにしかわからないんだよな。あの黒沢純さんもそういうの気づかないで売ってくれてるのかな。ふとした疑問ですよね。そういえば君がここに来てかれこれ1ヶ月になるな。
なかなかイレギュラーな体験ばかりだが、ここの生活はどうだ。ああ充実している、刺激的だ、疲れる。充実しているかな。そうか、それはエクセレントだな。俺はそのリアクションどう受け止めればいいんだろう。牡牛座のあなた、今のラッキーカラーは青です。キップしてるといいことがわかるかも。主人公何座なんですかね。ちょっと忘れないうちに自販機ジュースを買っておこう。何があったかな。四つ野菜だ。炭酸っぽいものを多分ね買っていけばいいんじゃないかと思うけど、わかんないんで何がヒットするのか。この合憲美茶間違いなく違うと思うけど、買っとこう、こういうのもね。で、あとモロナミン G。モロナミン G ってことはないんじゃないかな。いや、わかんないな。何が正解か全くわかんないですよね。ね、上の階に行ってもラインナップは同じなんでしたっけ。同じですね。どうしようかな。一旦ね、今回はこの辺で終わりにして、続きはまた次回やっていきたいと思います。あの女の子がね、求めているものが何なのか、正解はね、次回わかるという感じで、ご期待いただけたらと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。ではまた。